ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。学生あるある言います。歴史の授業大体寝てる？小難しい話と聞き慣れない単語がポンポン飛び交うから、昼過ぎとかだと爆睡間違いなしだよな。もっと興味が湧くないようならいいのになぁ。案外歴史には興味深い謎が隠されてるから、そういうのを聞きたいよな。というわけで今回は、授業ではあまり触れないような、未だ解明されてない日本史の謎を6つほど紹介していくぜ。やったー、魔理沙先生の授業が始まるわよ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、あの顔は本人のものじゃなかった？西郷隆盛の素顔。トップバッターは西郷隆盛にまつわる謎を紹介するぜ。西郷隆盛とは幕末から明治前期の日本で、武士や政治家、陸軍軍人として活躍した人物だ。明治維新の際には、薩摩藩リーダーとして最大の功績を残した人物でもあるな。歴史を動かした一人だよね。ああ、有名なため日本史が苦手な人でも、名前と顔くらいは知ってる偉人の一人だろうな。だが実はあの有名な西郷隆盛の顔は、実際に本人を撮影したものではないんだぜ。そもそも西郷隆盛の顔は、全く違っていたのではないかとも噂されているんだ。そうなの？ああ、一般に西郷隆盛の写真とされているものは、そもそも写真ではなく肖像画でな。しかも西郷隆盛の弟といとこの顔を参考に、本人と面識のなかった、イタリアの画家が描いたものなんだよ。そのためこれは本人の顔に似ておらず、本当の顔は未だに分かっていないのではないかと言われているんだ。まさかの素顔が謎？ってか確実に写真撮った方が楽だったよねそれ？もちろんそうなんだが、西郷隆盛は大の写真嫌いでな、生前に写真を一枚も残さなかったとされているんだ。現代に残る彼の顔だとされているものは、どれも本人の写真ではなく、画家が描いたモンタージュ肖像画なんだよ。衝撃すぎる。西郷さんイコール太眉に恰幅のいいあの姿なのに、またこれに似た顔の西郷隆盛像が上野公園にあるが、除幕式の際に西郷隆盛の妻は、うちの主人はこんな人じゃないとこぼしていたことにより、こちらも似ていなかったのではないかと噂されることになったぜ。写真もないし像も顔が違う。なら本当の西郷さんは一体どんな顔なの？全くもって謎だぜ。ただ素顔に疑惑が持たれるようになった原因の一つである銅像に対する妻の言葉だが、これは顔について言及したものではないとわかっている。西郷隆盛は非常に礼儀や立場を重んじる人間で、普段人前に出るときはいつも正装をしていたんだ。銅像のような着流しで人前に立つことは、決してなかったという意味でのあの発言だったようだぜ。そうなのね、けど写真はモンタージュだしな。普通画家とモデルに面識がなければどうなるか、おおよそ見当がつくもんだが、実は画家は、西郷とゆかりの深い人物からアドバイスを受けつつ肖像画を完成させ、遺族や親族からも、この肖像画こそ西郷そのもの、とお墨付きをもらっているんだよな。最終的にこの絵は西郷の妻に送られているし、仮に顔が似ていなければ妻も親族も声を上げる気がするぜ。ってことは、やっぱりこれが西郷さんの顔で合ってるのかな？さっきも言ったように本人は写真を一枚も残していないからな。確認しようにもできないのが現状だ。ただ他にも多くの肖像画が描かれていて、そのどれもが同じような特徴で描かれている。画家の中には西郷と親しかった人物もいるし、完全一致とはいかずともやはり似てはいるんじゃないかと思うぜ。たった一枚でも写真があれば万事解決なのに、西郷さーん。彼自身が写真を残さなかったために、親族は思い思いの肖像画をいくつも作り、結果本人の顔がわからなくなってるからな。本人は明治天皇に命じられても、写真を撮ることだけは堅くなに拒否していたし、今後写真が見つかり、彼の顔が明らかになる可能性はほぼゼロに近いのが残念だぜ。そこまで嫌ってたならもう仕方ないわ。2、実は逃げ延びて他国統一してた、源義経とチンギスハン。お次は源義経の謎を紹介するぜ。源義経とは平安時代の武将で、鎌倉幕府初代将軍の源頼朝の異母弟にあたる人物だ。1180年に頼朝が平氏打倒の兵を挙げるとこれに参戦し、一ノ谷の戦いや屋島の戦い、壇の浦の戦いを制し、平氏滅亡の最大功労者となったぜ。すごい、頼朝も大喜びの実績じゃん。ただその後、独断的な行動が目立ったために頼朝の怒りを買い、対立していくことになったがな。1189年には、義経が頼った男の息子が頼朝からの圧力に屈して、自身が滞在する館を襲撃してくるという裏切りを受け、ここで義経は妻子と共に自害したとされているぜ。そんな、やっぱり調子に乗ってはいけないのよね。さてそんな源義経だが、実は彼の死にはいくつかの謎が残されている。その謎から生まれたのが、源義経イコールチンギスハーンなのではないかという説だ。名前だけは頭に残ると有名なチンギスハーンさん。
つながりが全然見つからないんだけど、まずこの説において大前提なのは、義経は自害せず、北に逃げたのではないかという推測だ。実は室町時代以降、源義経は庶民の間で不遇の死を遂げた、悲劇のヒーローとして人気を爆発させていてな、義経の首の搬送期間が明らかに長く不自然だったことと、民衆の義経に対する哀れみから、実は彼は逃げ延びて死んでいないという推測が浮上していったんだ。愛された有名人も生存説流れがちだもんね。江戸時代初期に編纂された大日本史でも、この首の搬送期間の長さに触れ、期間中に彼の死を偽装していたのではないかと記されている。こうした書物での記載も相まって、源義経生存説は広がり、徐々に憶測を含み膨らんで、ちょうど義経の死後にモンゴルで名乗りを上げた、チンギスハーンが彼なのではないかという噂に変わっていったんだ。当時だと日本に一番近い大陸で、最も大きい国はモンゴル帝国だったもんね。しかもチンギスハーンが歴史上活躍した時期と、義経の活躍した時期はうまいこと入れ替わりになっているんだよな。義経が日本で活躍している頃、チンギスハーンは大陸で行方不明になっていて、義経が自害した1189年から7年後の1206年からチンギスハーンの活躍が始まる。片方が歴史から消えている時に、片方が活躍している上に出生時期や年齢もちょうど重なるため、仮に同一人物だとしても時系列に矛盾は生じないんだ。偶然でもすごいね。ここまで綺麗に交代で活躍することある？また義経の家系である清和源氏では、笹林道を代表的な家紋として使用しているんだが、チンギスハーンも似たような紋章を軍で使用していてな。これも同一人物説の理由として挙げられるぜ。ほんとだ、めちゃめちゃ似てるね。確かにこれは疑いたくなるかも。さらに義経とチンギスハーンは使用する軍事作戦が似ていたんだ。義経は兵法を学び、奇襲作戦を効果的に利用することで功績を残したが、実はチンギスハーンも同様に奇襲作戦を得意とし、モンゴル統一のきっかけを作った戦いでも九州で成果を上げているぜ。疑い出すと同一人物にしか見えなくなってくる。遊牧民族の集団は世襲や序列にこだわらず、優秀な人材をリーダーに選ぶ性質がある。時には人種の違いさえ厭わないため、日本人である義経がそのリーダーになるというのも完全否定できないんだ。そのため数百年にわたって、義経チンギスハーン説は議論されてきているんだぜ。ロマンが溢れまくってるよ。ちなみに否定説と肯定説、どっちが優勢なの？まあ今のところ学術的な証拠は一つもないし、どちらかといえば否定説が優勢だぜ。日本とモンゴルでは距離が遠すぎるし、資金やルートについても疑問が残る。それにチンギスハーンの残虐な性格と、義経の性格には大きな差があるからな。物理的にも東洋史的にも立証は難しいとされているぜ。なるほどね。とはいえ義経の死に不可解な点があるのもまた事実。首の搬送期間が1ヶ月以上かかったのはなぜなのか。残された胴体が埋葬された塚に刻まれた大願成就は果たして何が成就したというのか。自害した人の胴塚に大願成就って書いてあるの？すごい不自然じゃない？ああ、こうした小さな違和感や不自然が彼の死にはいくつも散らばっているんだ。大願成就が彼の生存脱出を意味していたら、なんだかロマンがある話じゃないか？3、犯人、黒幕、動機すべて不明、坂本龍馬暗殺事件。お次は坂本龍馬暗殺事件の紹介だ。坂本龍馬は幕末の土佐藩士で、会社経営者としても活躍した人物だ。もちろん知ってるよ、めちゃくちゃ有名な人だもん。日本史の中でも人気が高く、小説やドラマにも多く登場するからな。坂本龍馬は勝海舟に心酔し、共に海軍総連所を設立したり、先ほど紹介した西郷隆盛と対面し、後に敵対する薩摩と長州の関係改善を図ったりと奔走していった。倒幕運動の際には会社を設立し、そこで得た利益を倒幕に生かすなど非常に頭の切れる一面も見せていたぜ。すごい。その知性と人格が歴史を動かしたんだよねー。ああ、龍馬が武力衝突を避ける大政奉還を幕府に進言するよう奔走しなければ、薩摩長州藩は武力で倒幕を行い、日本の行く末を変えていたかもしれないからな。しかし影の立役者である龍馬は、大政奉還の結果を見ることなく、1867年に大宮にて襲撃を受けて命を落としている。そしてこの暗殺事件こそ、日本史上でも有数の謎多き事件だぜ。日本史ミステリーここにありよ。この暗殺事件はほんの一瞬の出来事だった。龍馬と中岡慎太郎が大宮2階で話をしていると、突然数名の武士が龍馬を訪ねてきたんだ。来訪者は開花で取り次ぎをした龍馬の家来を切り捨てた直後、2階へ急襲し、座っていた2人を切りつけたぜ。ひぃ、こんなの避けようがない。人たち目で龍馬は額を割られるも、背後の刀に手を伸ばし応戦を試みた。だがその隙に背を袈裟斬りにされており、3たち目をなんとか鞘で受けるも頭部に刀
を受けたぜ。同席していた中岡も後頭部に重傷を負い混沌、刺客たちは二人が動かなくなるのを見届け立ち去ったんだ。本当に一瞬の出来事ね。ああ、しかもこの事件の犯人は未だに判明していない。だが関係者が大宮に駆けつけた直後、まだ息のあった中岡は犯人を、人を散々切っている新選組のものだろうと推測し、土佐藩関係者もまた、多分新選組の仕業だろうと記していた。ええ、あの新選組が？かっこいいイメージが先行するものの、そもそも新選組は幕府の組織で、志士を取り締まるのも仕事の一つだったからな。過去に土佐藩や長州藩などの志士を襲撃したこともあり、まず疑われたんだろうな。そっか、幕府側からすれば、妖魔たちはテロリストみたいなもんだもんね。それに事件現場から鞘が見つかっていてな、これが新選組10番隊組長の原田佐之助のものだったんだよ。また中岡の証言で犯人は伊予弁を使っていたとあったんだが、この原田は伊予出身だったんだ。当然土佐藩は新選組を告発したんだが、近藤勇により関与は否認され、翌年の戊辰戦争開幕により取り調べもうやむやになったぜ。急に黒いな。だが他にも犯人候補は多数いた。龍馬に藩の面目を潰された報復として紀州藩が行ったという説や、同じ幕府の組織であった京都見回り組が犯人とする説、武力倒幕を目指す薩摩藩が邪魔な龍馬を暗殺したとする風説まで当時は流れていたぜ。歴史を動かす人は必ず目の敵にされるからな。あまりに候補が多すぎて、未だにそのどれが正解だったかははっきりしていない。ただ最も有力視されているのは、京都見回り組が犯人だとする説だぜ。なぜなら見回り組大使であった今井信夫が取り調べで実行犯であると自供しているからな。いや、ミステリー解決したやんけ。まあ待て、実はこの自供も色々と不自然な点が多いんだ。今井は自供をしたものの、後に証言内容を変更していたり、証言内容と大宮の間取りや、実際の傷が異なっていたりとかなり信憑性に疑問が残る。それに今井が挙げた実行犯は7人いたが、今井除く他全員が戦死していて、事実確認もできなかった。本当の自白だったのか、売名行為だったのかは判断ができないぜ。なんでこうもはっきりしないの全部。加えてこの事件には黒幕がいるという説も囁かれている。黒幕として有力視されているのは幕府、薩摩藩あたりだな。幕府は当然自分たちの立場を脅かす集団の先頭に立つ、切れ者龍馬を疎ましく思っただろうし、薩摩藩は先ほど挙げた理由と同じだ。そちらも直接手を出せば問題になる立場であることからも、この二組織が黒幕の有力候補とされているぜ。国を変えるんだもん、そりゃ恨みは買うだろうけど、さすがに買いすぎだよ。まあ龍馬は切れ者でかつ人脈があったからな。敵対する組織同士に橋渡しもすれば、作戦のために二股をかけて付き合いをすることもあった。敵が増えるのも無理はないぜ。その希望を自分を守るためにも使って欲しかった。日本の夜明け見て欲しかったよ。4、藤原に大改編されてた一大改革、大化の改新。お次は大化の改新にまつわる謎を紹介するぜ。大化の改新とは、645年に起きた一種の変に始まる一連の国政改革のことだぜ。日本史の授業で聞くけど難しくていまいちわからないやつ。簡単に言えばクーデターが起きて、国の政治が一気に変わったよって話だぜ。そのクーデターにあたる部分が一種の変だ。ここで押さえるべき重要人物はたったの3人、蘇我のイルカ、中野上の王子、中富の鎌足りだぜ。蘇我のイルカ、名前が可愛くて覚えてるわ。まあやってたことは、天皇が持つべき権力を我が物顔で使うという、可愛くない所業だったがな。蘇我氏は飛鳥時代から権力を得ており、大化の改新前には、天皇後継者の一人を討つという暴挙にも出ていたんだぜ。天下狙う気満々じゃん。このままじゃ天皇の地位も奪われかねないとして、クーデターを起こしたのが天皇の息子である中野上の王子だ。中富の鎌足りは官僚の息子で、中野上の王子と親しくしていたためこれに手を貸し、朝鮮半島からの贈り物を読み上げるという名目で、イルカをおびき出し、儀式の最中に暗殺した。これが一種の変だ。そりゃそうなるわ。その後高知公民制や戸籍、新税制など等を参考にした改新の御事のりを発布し、天皇の権力を絶対的にした上で、現代の政治につながる統治システムを構築していったぜ。とまあこれがみんなのよく知る大化の改新の歴史だろう。ただ近年ではこの内容を疑問視する声が上がっているんだ。なになに、完全によく知る大化の改新だったと思うけど、大化の改新は日本書紀にその詳細が記録されているんだが、これは中富の鎌足りの息子である藤原の不人が作成に関わっていてな。当時不人は最大権力者とも言える立場にあったため、内容を天皇や藤原氏の権力誇示にふさわしいものへと編纂していたんだ。職権乱用すごいな。ってことは、蘇我氏を悪役にできたってことだね。
大正解だ。父親が乱を起こした張本人だからな。正当性を示さなければ自分の立場にも関わる。そのため万が一にも自分たちが悪者にならないよう圧力をかけて大化の改新も編纂したとされているぜ。この改新はフィクションですの可能性が出てきたね。ああ、それにそもそも日本書紀の完成は一子の変から80年近く経った頃だったんだ。加えて日本書紀以外の歴史書に大化の改新は記されていないし、日本書紀以前の歴史書は大化の改新の時に失われているという都合の良すぎる偶然も発生している。このことから大化の改新の全貌は改ざんされていて真実が不明、あるいは大化の改新自体がでっち上げではないかと言われているぜ。思ったよりすごい謎だったわ。藤原氏の思惑が作用したために蘇我氏が悪者として書かれているが、もともと飛鳥時代に権力を持っていた蘇我の馬子は聖徳太子の側近で良き理解者だったんだ。もちろん子孫が道を逸れてしまった可能性はあるものの、ここまで先代の積み上げたものに泥を塗るような悪用をしたのかと疑問視する声は多い。となると中富の鎌足りと中の上の王子も本当に英雄だったのか謎になるわね。ここの関係性は偏った編纂をされた日本書紀では読み取れないからな。また大化の改新自体がでっち上げという説は、大化の改新の内容にところどころ不自然な点が見られるという理由から来ているものだ。何か変なところあったっけ？まず蘇我のイルカが暗殺されたタイミングだな。彼は朝鮮半島からの贈り物を読み上げる外交儀式の最中に暗殺されたんだが、当時の常識としては外交儀式中のクーデターはご法度なんだぜ。外交使節もいる場でクーデターを起こすのは国内紛争中で攻め込むのに絶好の機会だと宣伝してるのと同じだからな。なるほど、他国に弱みを見せることになるもんね。また仮にこの儀式が虚構だったとすれば、当時外交政策の中心にいたイルカがそれに気づかないはずもない。どちらにせよこのタイミングでの暗殺は不自然すぎるぜ。加えて大化の改新で発布したとされる命の理には行政区域の呼称に軍を使っている。これは改新の命の理から50年後に出た大宝律令から使われ始めた呼称で、大化の改新当時は公理とされていたんだ。なんか時代がごちゃごちゃになってるよ。当時存在しない言葉や状況が多く出てくることや、改新の命の理の内容自体が非常に大宝律令と似通っていたことが理由となり、大化の改新は不人が家計の権力を誇示するために大宝律令を元に作った捏造ではないかと言われるようになったぜ。日本書紀以外の歴史的証拠が発見されていないため、未だに真相は分かっていないがな。私たちの知ってる大化の改新は改ざんされたものだったのか。大化の改新は本当に大それた一大改革だったのか。蘇我氏は悪者だったのか。そもそも大化の改新は存在していたのか。教科書に載るほどの大きな出来事にまだ、これだけの謎が存在しているというのもまた面白いよな。5、新選組副長の死の謎と亡骸の行方、土方歳三の最後。お次は土方歳三の最後にまつわる謎を紹介するぜ。土方歳三とは幕末期の幕臣で、新選組の副隊長を務めた人物だ。旧幕軍側指揮官の一人として、各地の戦を転々としながら指揮を取っていたぜ。かっこいい。さてそんな彼は、明治2年の戦いの最中に戦死している。だがこの最後にいくつか謎が残るとして、現代でも議論されているんだ。新選組は戊辰戦争で多くの仲間を失うも、生き残った土方は最後の地函館で、激しい戦いに身を投じた。龍馬さんの進言があっても、やっぱり争いは避けられなかったのね。改革には多かれ少なかれ血が流れる。あの進言がなければもっとひどかったろう。さて土方率いる部隊は蝦夷地にて徹底防戦し唯一不敗を誇ったが、新政府軍の総攻撃には耐えられなかった。冷静な土方は相手の策を読み、部隊に交代を禁じて反撃を試みさせたが、馬上で指揮を取っていた最中、腹部に銃弾を受けて落馬した。そんな、知らせを受けた仲間が駆け寄るもすでに絶命しており、ほぼ即死に近かったのではないかと言われている。だが本来心臓や頭など、重要な臓器に弾を受けなければ銃撃で即死することはまずなく、多くの場合死因は失血死になるそうだ。不自然ポイント1だわ。またこの時旧幕府軍側の幹部で死亡したのは土方歳三ただ一人だった。彼が亡くなってから6日という早さで旧幕府軍が降伏していることもあり、実は土方歳三は敵に撃たれたのではなく、味方に撃たれたのではないかという説が浮上しているぜ。暗殺されたってこと？そんなまさか、同じ敵がいて戦ってる最中なんだよ。実はこの戦いで土方は榎本武明と合流していたんだが、榎本は戦っていたものの、新政府軍とは共存したいという考えを持っていたんだ。
そのため二人の間に確執があった可能性があり、土方を疎ましく思った榎本側の人間が暗殺したのではないかと言われている。闇が深すぎるでしょ。加えて彼の亡骸は未だに行方不明とされている。他の戦死者と共に戦地だった五稜郭内に埋葬されたとも別の場所に安置されたとも言われていて、彼の故郷にある墓にはその亡骸は埋まっていないようだ。暗殺の証拠を隠すために隠されたのか、新選組副長だった彼の亡骸に不名誉なことをされないよう誰かが隠したのか、推察はされど真相は不明だぜ。か、解明してほしい。気になりすぎるよ。彼が亡くなった正確な場所や原因、亡骸の場所も不明のままだからな。新選組鬼の副長として優れた指揮力を見せた彼は、一体どんな最後を迎えてどこへ行ったのか、いつか真実を知りたいものだぜ。6、謎すぎる少年は存在自体が架空だった？天草四郎。最後は天草四郎にまつわる謎だぜ。天草四郎とは江戸時代初期のキリシタンで、島原の乱の一騎軍最高指導者だ。生まれながらにしてカリスマ性を持ち、過去には奇跡も起こしたとして語り継がれているぜ。授業でも一度は聞いたことある名前ね。でも奇跡って？天草四郎が盲目の少女に触れると視力が戻ったというものや、海面を歩いたというものだな。まるで神話ね。宗教にまつわる乱の中心人物だったため、神格化されていたんだろうな。そのせいもあり、天草四郎は非常にミステリアスで、多くの謎を持った人物だとされている。今挙げた奇跡についても諸説があり、神格化した人々の創作であるというものから、天草四郎の父親が裏でトリックを使い、天草四郎を救世主に仕立て上げたという説まで様々だぜ。仕立て上げられてたらかわいそすぎない？天草四郎は去年も青年も不明のため、年齢はぼんやりとしているが、少なくとも少年であったとされているからな。十数歳で一揆のために祭り上げられていたのだとすれば、酷な話だぜ。ひどすぎる。って今もさらっと謎出てきてたな。天草四郎はその実態がそもそも謎に包まれているからな。出生地もはっきりしていないし、容姿も美しいという漠然とした情報が残っているだけ。家柄が裕福で優れた教養があり、人に慕われるカリスマ性があったとされるが、一揆の際には前線で戦ったり指揮を取ることはほとんどなく、ただそこにいるだけで戦意高揚に貢献していたようだ。言っちゃ悪いけどただの子供よ。カリスマ性があったとてそこまで崇拝されるかな。実態がぼんやりしてるのに存在の価値が重すぎて、なおさら不自然に見えるよな。一揆には3万人以上の民衆が参加していたし、それだけの数を10代半ばの少年がカリスマ性だけで担ぎ上げられているとはなんだか不気味だ。異質すぎるよ。そんな彼は原城に立てこもるも、幕府軍によって皆殺しにされた一揆軍と命運を共にした。その後幕府側は天草四郎の姿を全くと言っていいほど知らなかったため、さらそうにも彼の首がどれなのか判別できなかったんだ。やむを得ず運び込まれた少年たちの首を次々と四郎の母親に見せ、彼女が顔色を変えて泣き崩れた首を四郎のものとして晒し首にしたぜ。非常すぎる。けどこれ四郎さんの首って断言されてないよね。ああ、ただ母親は泣き崩れただけで、これが四郎のものだとは言っていない。そのためこれが本当に彼の首だったのかは未だに不明だ。このことから、実は天草四郎は実在する人物ではなく、複数の少年からなるグループ名だったのではないかという説も浮上しているぜ。実態が謎すぎるし、四郎さんらしき少年はたくさんいたってことだもんね。ああ、また天草四郎には、豊臣秀頼の楽園だったとする説もある。実は天草四郎の馬印は、豊臣秀吉のものと同じ瓢箪だったため、大阪夏の陣にて亡くなったはずの秀頼が生き延びて成した子ではないかというものだ。薩摩の書物には天草四郎を豊臣秀綱という名前で記しているものもあるとして、誠しやかに囁かれている噂だぜ。存在がミステリアスすぎて、どんな説もありそうに見えるのが怖いわ。というわけで今回は日本史に残る謎を6つほど紹介したぜ。こういうのちょうだいもっと。お気に召したようでよかったぜ。勉強したくなくて困ってる学生諸君はこうした謎から興味を持って入るのもいいかもしれないな。さて今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。